札幌中央区の藤原和也被告は去年交際相手の娘の池田小鳥ちゃんに暴行した上放置し死亡させたとして傷害致死などの罪に問われています藤原被告は無罪を主張しています札幌地裁で開かれた4日目の審理で検察側の証人として遺体を司法解剖した医師が出廷しました医師は体には死亡が数ミリしかなかった 2週間から3週間の間に急激に体重が減少し低栄養状態で亡くなったと証言しましたまた免疫に関する臓器、胸腺がかなり萎縮していて数ヶ月以上強いストレスを感じていたとみられ